皆さんこんにちは。テレビドラマコメットさんで一躍トップアイドルとなった大場久美子さん。しかしアイドル卒業宣言後は人生に狂いが生じ、みるみる下り坂になっていきました。アイドル卒業宣言後は女優業に専念していた大場久美子さんですが、活動はパッとせず、1984年7月には10枚目のシングル「悲しみ貯金箱」を発売しました。明確な表明をしないまま、なし崩し的に歌手活動を再開したのです。同年にはヌード写真集「大場久美子」を発売するまでになりました。ただこのヌード写真集はコメットさんが脱いだと話題になりましたが、大場久美子さんが痩せすぎていたせいか、それほど評判は良くありませんでした。そして1987年には大場久美子さんが京都にドラマの撮影で長期滞在中、実家がもらい火で全焼。1990年には副業で始めたレストランホワイトバスが経営不振でわずか2年で閉店してしまうという浮き目に遭います。さらに1992年には当時の所属事務所ボンド企画が倒産してしまい、翌1993年個人事務所オフィス大場を設立して、お母さんの大場貴子さんが事務所のマネージャーを務めるなど、お母さんと二人三脚で再出発しました。しかし1994年にはホワイトバスの負債残金1億800万円を返済することができず、自己破産を申請したのです。レストラン閉店後に実質的な経営者が失踪したため、名義上の社長になっていた大場久美子さんに1億2000万円の借金が残されてしまい、その後大場久美子さんは分割で月600万円ずつ計1200万円を返済するも、体力的にも精神的にも限界に達したため、残りの1億800万円は返済することができなくなってしまいました。その上1999年には二人三脚で頑張ってきたお母さんの貴子さんが62歳という若さで他界してしまいます。大場久美子さんはそのショックからパニック障害を患ってしまいます。大場久美子さんによると、お母さんを亡くした翌日から呼吸はできているのに酸素が吸えない窒息寸前の息苦しさや動悸に悩まされ、病院でさまざまな都がを受診するも、何の病気かわからないまま4年もの歳月が流れてしまったといいます。4年後ようやくパニック障害だと診断されたそうです。4年後にパニック障害の診断が出るまで何の病気かわからず非常につらかったといいます。ちなみにパニック障害とは予期しないパニック発作が繰り返し起こっており、1ヶ月以上にわたりパニック発作について心配したり行動を変えたりしているという特徴を持つ不安障害に分類される精神障害であるとしています。医師は仕事を辞めましょう、休んでは薬を飲んだ方がいいと当時の大場久美子さんにはできないことばかり言ってきたといいます。当時の大場久美子さんにとって仕事が救いでしたし、薬も苦手で抵抗があり、診断がついて安心した瞬間から絶対自分でも治そうと決心したのだそうです。大場久美子さんはここからの切り替えが素晴らしかったと言えます。まずは病気のせいでできないことを一つ一つ列挙していき、どこまでできるか確認し、できることだけやるようにしていきました。例えばパニック障害の発作が心配で一人で電車に乗ることができません。そのために誰かと一緒に乗る、一駅の乗車時間が長い、急行は無理でも各駅停車なら乗れるなど、できることを少しずつ増やしながら自信をつけていきました。発作が起きると会話ができないため、救急車は呼ばないでください、そっと見守ってくださいなどのカードや連絡先を持ち歩いたそうです。大丈夫ですかなどとあまりにも周囲で騒がれると、かえって予期不安が悪化することもあったそうです。そして何より完璧ではないと許せない性格と、人前で感情を出せない自分を自覚して、そこを改善しようと決めました。落ち込みやすくても当然と、そんな自分自身を受け入れ、人前では絶対に見せなかった涙も泣きたい時は流すようにするなど、少しずつ改善していきました。
大場久美子さんは独占金曜日の告白という番組でパニック障害になったことを告白しています。現在はパニック障害を克服して元気に暮らしているそうです。独占金曜日の告白でパニック障害を告白して以来、大場久美子さんのブログには同じパニック障害などの病気を患う人からもコメントが多くなりました。大場久美子さんは2009年に日本推進カウンセラー協会の心理カウンセラーの資格を取得して、心理カウンセラーとしても活動するようになったのだそうです。芸能人ながらも心理カウンセラーとして活動するというのはすごいことです。さらに大場久美子さんはパニック障害に関する著作なども出版しているのですが、こうしたところはパニック障害を患い大変な思いをした大場久美子さんならではと言えそうです。またそのように心理カウンセラーとして活動するようになった大場久美子さんなのですが、芸能活動も続けていて歌手としてライブを行ったり、2009年にはコメットさんの衣装を着たりするなどして往年のファンを喜ばせているそうです。また2014年には元アイドルで女優の林ひろ子さんと丸102というコンビでキングオブコント2014に出場するなどしていたそうです。もともと林ひろ子さんのトークが面白いと思っていた大場久美子さんがラブコールし結成したそうです。同大会への出場は林ひろ子さんが提案したそうです。ちなみにコンビ名の由来はお互いの結婚回数となっています。出場はしたものの残念ながら2回戦で敗退となりました。さらに2014年には35年ぶりの水着姿を披露するなど様々な活動に取り組んでいます。写真を見ると50代とは思えないプロポーションだったそうです。還暦の時には赤い水着を着て、アイドル時代水泳大会で歌っていた大磯ロングビーチで撮影をしたいとの抱負も明かしており、これからもまだまだ精力的に活動していくようです。そして現在の大場久美子さんはフットリーディングアドバンスセラピストの資格や音楽健康指導士2級、ハンドリフレカウンセラー、食品衛生責任者などの資格を取得しているといいます。そうした資格を利用してフットリフレクソロジーサロンを経営するなどしているそうです。また大場久美子さんは1992年頃ダンスの振り付けが縁でダンサーで振付師の高橋哲也さんと知り合ったそうです。その後1998年には交際に発展しました。翌年の1999年頃からは同棲を開始し、大場久美子さんがお母さんの死でパニック障害に陥ったタイミングの2000年に支えられる形で高橋哲也さんと結婚しました。その後2001年には夫婦でのデュエット曲リセットをリリースしました。しかし自分は家事をすべて完璧にして夫に尽くすことが好きだと思い込んでいたそうですが、実は私はそういう人間ではなかったと気づき2005年には離婚しています。大場久美子さんと高橋哲也さんの間にお子さんはいません。高橋哲也さんと離婚をした大場久美子さんはその後2011年に一般人の男性と再婚しています。大場久美子さんの結婚相手は実際年下の会社員で大場久美子さんのファンなのだそうです。大場久美子さんのブログに旦那さんがメッセージを寄せて、それを大場久美子さんが見てメッセージのやり取りをするようになって付き合わずか5ヶ月で結婚を決めました。かなりのスピード婚と言えるのですが、結婚する前にはお試し婚というものを1週間行ったといいます。大場久美子さんはお試し婚の中でノーメイクで1週間過ごし、さらに旦那さんに子供は作らないと宣言をするなどしたのだそうです。旦那さんの両親にも孫は見せられないということを伝えたそうなのですが、それでも旦那さんはもちろん旦那さんの両親も大場久美子さんのことを受け入れてくれたので結婚することになったといいます。そしてそのように再婚をした大場久美子さんですが、結婚をしても料理などは一切せずに食事はお惣菜などをスーパーで買ってくるなどしているのだそうです。さらに新婚旅行も行かずにデートも一切しないのだとされています。また仕事が忙しいこともあって旦那さんとは1日に15分ほどしか話さないなど、かなり特殊な結婚生活を送っているそうです。しかし
大場久美子さんの旦那さんはそんな大場久美子さんに対しても家庭よりも仕事を重視して仕事で輝いてほしいと言っているのだと述べているそうです。ここからわかることは、旦那さんは大場久美子さんに対してかなり理解があって懐の深い人のようです。さらに大場久美子さんはそんな旦那さんから命を懸けて守るということも感じているとのことで、夫婦仲は現在もバッチリなのだと言います。一度結婚に失敗しているものの、このように現在は旦那さんと幸せな家庭を築いているということで、現在の大場久美子さんは公私にわたって順調なようです。いかがだったでしょうか。今回は大場久美子さんのこれまでの経歴や結婚生活について見てきました。現在の大場久美子さんは心理カウンセラーなどの活動をメインにしており、女優としてはあまり活動をしていません。今後再び女優としても活動する大場久美子さんの姿が見たいところです。母親が亡くなったことからパニック障害を発症してしまい、そこから心理カウンセラーとして活動するなど、病気の状態や活動状況が話題になった大場久美子さん。しかしダンサーの男性と離婚し、ブログがきっかけで現在の旦那さんと出会うなど、その馴れ初めや離婚については大変興味深い生活を送っています。今後もそんな大場久美子さんに注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。